一人で渋谷に行ってイベント楽しんでいたら靴を買いすぎちゃった、誰か金くれよ。はい、ということで、今日は2023年で結成とデビュー10周年となるガールズボーカルグループジュースジュースの企画展ジュースで乾杯に行ってきたので、レポをしていこうと思います。まあね、今回のイベントとあのジュースジュースについてよくわからない人のために、まあ、簡単にね概要説明をした後に、まあ、イベントの写真とグッズの紹介をしていこうと思います。会場内はね、あの動画以外は撮影 OK だったので、あの写真も結構多めに今回は紹介していこうかなと思います。まあ、とにかくね、もうグッズがめちゃくちゃ良かったので、まあね、あの冒頭歌った通り、散財してしまいました。まあ、でもね、あの全然後悔はしてないというようなところで、まあね、簡単なこうジュースジュースについてなんだけど、もうね、何回も動画にしているので、いちいちこうコメントすることもないかなと思うんだけど、まずね、どんなグループか知りたい方はね、最近、ジュースジュースがメンバーおすすめの動画をね、アップしてくれているので、それをね、まあ見るのがいいのかなと思います。結構ね、明和ではこう、大箱のね、動画っていうのは、公式のチャンネルがアップしてくれてなくて、非公式の動画ばっかりだったので、不況にね、使えなくて、なかなか困ってたところが、あったんだけど、最近ね、ようやく、プライドブライトが好評だったからっていうのもあるかもしれないんだけど、公式が動画を上げてくれているので、それを見るのがいいのかななんて思ってます。まあ、最近だとね、結構こう、金沢智子さんの卒業のね、意地悪しないで抱きしめてよとか、上がってるんだけども、本当にクオリティが高いので、ぜひ見ていただきたいというところでね、まあね、メンバーのこうダンバルルルタンなんてね、もうアイドルという枠の中だと、クラスと言われるようなこう、歌唱力だと思うんだけど、まあ、その他のメンバーもね、本当にこう魅力的な歌声をしているということで、卒業したメンバーも含めてね、とにかくこう歌声、それから楽曲がね、本当に素晴らしいグループだなと思ってます。まあ、そんなジュースジュースなんだけど、今回ね、ジュースで乾杯とイベントが開催されているということでね、ジュースジュースの結成とデビュー10周年をお祝いするべくね、これまでを振り返る衣装とか、あとはメンバーの写真とか、卒業メンバーによる会場限定のね、メッセージ動画みたいなものがね、展示されているというようなイベントで、まあ、ナタリーがね、公式の LP を、上げているので、まあ、それを見るのがね、一番こう、わかりやすいんだけど、会場はね、タワレコ渋谷ということで、結構こう、大きな、店舗なんだけど、まあ、そこの8階を使ってやっているということでね、開催期間は、2023年の10月27日から、10月12日ということで、およそ2週間、開催しているイベントになってます。でね、時間は12時から21時ということで、結構遅くまで、やっているということでね、スタッフの皆さんも大変だなとか思ったりもするんだけど、最終入場はね、8時半までということでね、入場料は500円で、ランダム配布のね、ポストカードが付いているということで、もう実質ポストカード代だけみたいな感じで、めちゃめちゃね、お手頃 なのと、あとはね、入場事前チケット購入制なんだけど、時間帯によってはね、当日券もあるということで、当日券の空きについては、ツイッターでね、公式のね、タワレコのアカウントが、つぶやいてたりするので、まあ、それを見てみるといいのかな、なんて思います。まあ、自分もね、ちょっとチケットを、なくしちゃって、なくしちゃって、なんて言うんだろう。チケットちょっと注意してほしいんだけど、電話番号変えちゃった人とかはね、まあ、あんまりいないと思うんだけど、受け取れなかったりするので、ちょっと事前にね、電話番号変えてる人とかもそうだけど、申し込みの時とね、同じ情報でちゃんと、やっていただきたいな、というのがあるんだけど、ピアのチケットね、受け取れなくて、自分は当日券で、夜に入るというようなことをやりました。まあね、夜はね、人も少なくて、じっくり見ることができるということもあって、午前中ね、人が、まあ、多くて、ゆっくり見れなかったな、なんて人は、夜行ってみるといいのかな、なんて思います。まあ、ポストカード目当てにね、何回も入場してる人とかも、もしかしたらいるかも、ということなんだけど、ポストカードはね、前半は、メンバーそれぞれの、ソロのシーンで、後半はね、まあ、後半っていうのは11月4日から12日までは、ラインナップが変わって、まあ、夢出会いとかサンフラワーとかね、同期組だったりとか、メンバーの組み合わせの写真になってたりということでね、後半また別で楽しむ、入ることが楽しめるイベントになってるのかなと思います。まあね、衣装に関しても前半と後半でね、一部異なった衣装が展示されているっていうことで、スケジュールに余裕がある方は、まあ、両方行くとね、もっと楽しめるんじゃないかなと、思います。
じゃあね、早速なんだけど、会場の写真、アップしていこうかと、思うんだけど、まずね、タワレコ渋谷。入り口はね、シングルをね、発売した、モーニング娘。23だらけということでね、ジュースジュースのイベントに関しては、あんまりこう、大々的に入り口ではね、こう、わからないようになってて、まあ、そこはちょっと若干ね、残念だったりもするんだけど、まあ、スペースが限られてるんで、しょうがないのかな、なんて、思いつつ、まあ、入り口ね、モーニング娘。だったんで、ハロータの人とか結構写真撮ってるな、とか、思ったのと、でそっからね、7階まではエレベーターで行けて、7階からね、8階までの階段で、ジュースジュースのポスター、めっちゃたくさんあるということでね、7階には、ジュースジュースの、このジュースで乾杯のね、イベント限定の缶バッジ、1個ね、400円だったかなっていうのが、あったりして、なんかね、自分の行った時なんかは、ダンバラルルちゃん多分オタクだと思うんだけど、目当てのダンバラルルちゃんが、出ない、なかなか出ないとか言ってね、なんていうの、ガチャガチャをこう、ガチャガチャの中をこう見たりしてる人とかもいたんだけど、まあね、目当ての人が出るまでこうランダムっていうね、ところもあって、いっぱい回してる人なんかもいたのかなと思います。まあね、このポスターなんだけど、本当にみんなビジュアルのコンディション本当に良くて、めっちゃいいポスターだと思うんだよね。で、入り口にはね、特大のメンバーの写真が、あっても大きすぎるので、写真はね、ちょっと撮るのすごい大変なんだけど、もうね、入り口からね、こんなすごい多幸感溢れる写真で、溢れているということでね、でその後ね、エレベーターの前の方にはメンバーのパネルがあったりして、まあ、等身大みたいなサイズ感だと思うんだけど、友達とね来ていてね、パネルとこう写真撮ってる人とかもいたんだけど、まあ、自分は一人だったのでちょっと写真は撮れずということでね、ちょっとそこはねめっちゃ残念、友達いたら一緒に撮れたのにとか思いつつすごいこう残念だったんだけど、まあ、パネルだけ写真を撮りました。で会場はね、ずっとジュースジュースの曲が流れてるっていうところで、もうね、本当に、それだけでめっちゃ幸せな感じだったんだけど、入ってね、まず 目についたのが、グッズの展示があって、このね、ネオン管のね、ジュースジュースのね、なんて言うんだろう、ネオンのパネルがね、マジで良くて、いや、これほんと欲しいなとかちょっと思ったんだけど、まあ、これはグッズじゃないみたいなんだけどね。その他のね、グッズのクオリティがね、とにかく高くて、T シャツはね、白と黒の2色展開になっていて、結構こう好みが分かれるところだと思うんだけど、自分はね、白を買いました。このなんかね、こう、なんていうの、ジュースで乾杯のロゴマークのね、色がね、ちょっとこうピンクオレンジみたいなこう色で、すごく好きな色だったので、こちらを買ったんだけど、まあ、黒の方はね、ちょっとゴールドみたいな、ロゴになってて、これもこれでね、すごくいいなと、思いますね。結構ね、こう、厚手なので、あんまりこう、つけづらい、生地なんじゃないかなと、いやもうし結構シンプルなデザインなので、結構こういろんなイベントとかでね着やすいデザインなんじゃないかなと、思ったのとね、あとね結構個人的にまあ、買ったんだけど、グラスとねコースターセットがね本当にこうクオリティ高くて、コースターとかもね結構紙とかじゃなくてちゃんとこうなんだろうアクリル板になってて、すごいこうクオリティ高いので、これは結構ファンとしては買いなんじゃないかなと、すごく思いました。グラスもね、なんかなんだろう、ロゴマークがね、ゴールドの色が入ってたりして、すごくいいなと思ったのと、まあ、あとね、個人的には、この写真で言うとね、右下にあるこのアクリルパネルなんだけど、これもね、クオリティめっちゃ高くて、行く前はね、別に買うつもりなかったんだけど、このクオリティは買うしかねえなと思って、ちょっとね、会場で実物見て、すごく欲しくなっちゃって、まあ、で、全体的にこう、なんだろう、グッズのクオリティがね、めちゃめちゃ高いと、いうのがあって、ちょっとこれ散財注意ですね。なんかこう、もしかしたらだけど、2万ぐらい抱えて、持ってった方がいいかも。というところでね。まあ、支払いは、現金以外でも、楽天ペイとかね、ペイペイとか使えるようになってたので、もう散財しちゃう人は、もしかしたら散財しちゃうかも。ということで、ちょっとそれはね、覚悟していった方がいいかも。いや、本当にね、ここ限定っていうのもあるけど、グッズは本当にね、クオリティ高いと思うので、それを買いに行くだけでも結構価値があるイベントなんじゃないかなと思いました。もうね、ほんと買うつもりなかったんだけどね、ちょっとねそれはもう予想外だったんだけど、まあね家に持ち帰って改めて見てもすごいクオリティが高いイベントだったかなと思います。まあ、特に何かってね、この今回のこのジュースで乾杯のこうヘアメイクとかね、衣装のね、と写真のねクオリティがね、まあ、全部めちゃくちゃ高いなと思って、まあそのメンバー自体のこうなんだろう、メンバーのこう質の良さ、フォトジェニックなね、感じもすごいあるんだけど、それもあるし、こう結構撮影とかの品質がね、
アップフロントクオリティじゃないというかね、すごいこうクオリティが高い、ものになってるなと、思いました。まあね、あとはこのグラスとかあるとね、何かと記念日の時とか、ね、乾杯できて最高じゃんと、ちょっと思ったっていうのもあって、まあ、買っちゃいました。あとはね、こっから先はね、ちょっと会場の写真を、ふんだんに、紹介するので、ちょっとね、自分の目で全部見たいよって人は、ぜひね、終わってから、戻ってきていただければなと思うんだけど、じゃあね、早速ね、まず写真なんだけど、このメンバーのね、特大タペストリーがね、入り口にもう飾ってあって、もうとにかくこの大きさにね、圧倒されるような感じなんだけど、これもね、本当に素晴らしいなと思っていて、このね、メンバーソロの写真ももちろんいいんだけど、上の方にはね、ユメリアイとかサンフラワーとかね、ちょっとこうメンバーの組み合わせで、写真を撮っているようなところがあって、この写真はね、本当必見だと思います。どれもかなり素敵なので、ちょっとね、ぜひこう見て、楽しんでいただければなと思うんだけど、それからね、歴代のね、衣装展示なんかも、あったりして、個人的にはね、まあいろいろ面白かったんだけど、やっぱりね、こう卒業があるので、上村あかりさんの写真が多かったんだけど、やっぱりね、面白かったので言うと、ジダンダダンスの衣装とかね、結構じっくり見たら、なんかすごいこう模様とか、いろいろ書いてあったりして、すごい面白かったなと、思ったのと、あとね、こう改めてこう、今までの衣装を比べて、見るとね、やっぱりこう紫衣装ね、最近の、作り込まれ方すごいなと、思いました。気合が入ってる、まあ10周年っていうのもあってだと思うんだけど、すごい気合が入ってる衣装だなと思ったりして、あとはね、結構こう衣装のカラーリングなんかもすごいこうその時々に加入したメンバーとか、卒業するメンバーのね、メンバーカラーが取り入れられたりしてて、すごい面白いなと思いました。ファンキーフラッシンのね、ダンバラルルさんの衣装とか、生地が薄くてすごく心配になるような感じだったんだけど、まあね、こういろいろこうメンバーによってね、衣装が異なってるっていうのもあって、すごいこう面白いなと思いました。結構ね、こう歴代、歴代シングルのね、ポスター展示とかもあったりして、それもね、すごく歴史を感じたりもしたんだけど、まあ自分もね、なんかポスターのデザインとか昔やったことがあったりしたので、こういう気持ちでデザインしたんだろうなとかね、ちょっとこうクオリティとかね、いろいろこう比較したりして、すごく面白かったんだけど、結構ね、これもね、楽曲ごととかね、メンバーの写真とかを見ても、すごく歴史を感じるので、すごくいいなと。思いました。これからね、写真なんだけど、メンバーのね、コメントがね、直書きで書いてある、ところがあったりして、多分だけど、直接ね、来たメンバーが書いてくれてると思うんだけど、自分のはね、アーリーとかね、あとはね、いちかちゃんのサインが書いてあったんだけど、その他にも多分ね、メンバーの、おそらくだけど、後半になってくると、増えたりもするんじゃないかなと思いました。あとね、来場してるファンのコメントとかも、あったりして、結構有名なクニオチャンネルのクニオさんのコメントとかが、もう、見つけたんだけど、結構ね、みんなのコメントとか見るのも、面白いなと思いました。あと、ね、メンバーのね、みんなのコメントもあったりしてね、注目なところで言うとね、リアイちゃんとかね、自分のボーンくんみたいな、写真、イラストを描いてたりとか、それぞれね、みんなちょっとね、工夫を凝らしているコメントがあるので、まあ、個性豊かなね、コメントを見ることができるっていうのも、ポイントかなと思いました。あとはね、そのメンバーのところで言うと、メンバーによるセルフチェキなんかもね、あったりするんだけど、これもね、なかなかこう素敵で、それぞれのメンバーの空気感とかもすごく伝わるので、ここら辺ね、じっくり見ると、めっちゃ楽しめるんじゃないかなと思いました。まあ、そこはね、ちょっと行ってからのお楽しみかなと思うので、ちょっと細かい写真はね、ここではちょっと紹介しないんだけど、みんなのね、メンバーごとのオフっぽい写真がすごく見られるので、ここがめっちゃいいなと思いました。あとはね、これ写真の撮影は不可だったんだけど、メンバーからのメッセージ動画があって、ジュースジュースのコメントと、あとは宮崎ゆかさんのコメントと、宮本かりんさんのコメントと、稲葉真中さんのコメントということでね、卒業メンバーも含めたコメント、あったりして、まあそれもね、すごくこう、幸せな気持ちになったんだけど、個人的にはね、マナカンのコメントが、必要かなと思いました。まあ、アリーとこう、丸々した話ということで、結構ね、ファンの人は、まあ、ファンの人のこう、反応とかも、いくつかパターンあるんじゃないかみたいな、ことをね、稲葉さんも言ったんだけど、
自分はね、うん、そうか。まあ、みたいな、こう、コメントでね、すごくこう、なんだろう、裏山消しかな、みたいな感じだったんだけど、まあね、結構そういうね、こう、すごくとこう、なんだろうな、10年間かけてこう積み上げてきたものの、こう、歴史みたいなのをね、すごくこう、感じる、いいイベントだな、と思ったんだけどね、客層もね、ちょっと面白くて、結構ね、こう、子さんみたいな、こう、おじさんみたいな人も、もちろん、5つ、結構ね、こう、最近ファンになったんじゃないかなっていうね、若いね、10代っぽい子とかもね、いたりして、女の子もね、男の人もいたのか、なんか大学生っぽい男の人とかもいたりして、お、意外と若い人も見てるんだなみたいな感じで、結構客層がね、幅広くて、面白かったなと思いました。まあそういうのもね、結構こう10年間積み重ねてきているグループなので、最近のファンから、昔からのね、ファンまで、いうところでね、すごくこう、客層にもね、歴史を感じたというところでね、まあね、渋谷のハロウィンのタイミングだったので、外めちゃめちゃ混雑してたんだけど、自分はね、このイベント終わった後はね、ほんとふわふわした気持ちで、帰りました。ジュース、最高みたいな感じでね、本当に、幸せな気持ちで、見ることができたイベントだったので、ぜひね、まだ見てない人は、まあ、ジュースファンの人は、もちろんだし、まあ、最近ね、ジュースのことを知った人とかも、ぜひ見てみると、楽しいんじゃないかなと思いました。いや、ほんと個人的にはね、このグッズがマジでおすすめなので、ぜひね、見ていただきたいと思います。はい、じゃあ今日はちょっとね、こんな感じでこう簡単なレポだったんだけど、ぜひね、ジュースめちゃくちゃ面白いグループなので、まだね、見てない人とかはね、YouTube の動画とか見ていただくと、もうね、ファンになっちゃうんじゃないかなと思います。あとはね、最新アルバムもね、発売中なので、ぜひね、歴史を感じられるアルバムになっているので、そちらの方もお手に取っていただければなと思います。なんかね、回し物みたいになっちゃったけど、はい、そんなところで、今日はね、こんなところで、また次回も楽しみに。ブルトンでした。バイバーイ。